何者だ。いやー、巻きくたびれたにゃ。でもこれで生命に復讐できる。にゃまたお前か。生命殿にやられただけでは足りなかったのか。どうもにゃ、このバカ犬。私の邪魔をするにゃ。忠告を聞かないのなら手加減はせんぞ。生命殿、進め、行きますぞ。今回は見逃してやるけど、次は命をいただくにゃ。あ、犬神さん、ここで何かあったんですか。闇の中の敵が動き始めた。何としても神社の結界を守らねば。やっぱり生命様の予想通りでした。陰陽師様も。新たな陰陽師か。ここは戦場だ。わしの指示に従ってもらうぞ。ここは生命医。そなたが召喚する式神はここから現れる。式神が戦闘で負傷したら生命医に戻れば回復することができる。女は災いのもとでしかない。神社の結界は都を守る壁の一つ。我々の任務は結界を守り現れる敵を撃退することだ。救命猫がいつまた襲ってくるかわからない。陰陽師殿、早く戦いの準備を。わしも一緒に戦う。ズタズタにしてやろう。一瞬でな。敵の兵が押し寄せてきた。陰陽師殿、奴らを倒すのに手を貸してくれ。味方の石像を守れ。女は災いのもとでしか。しばらく休憩しよう。装備をこまめに購入して戦闘力を上げることを忘れるなよ。逃げようなどと思うな。おとなしく結界を攻撃した目的を白状しろ。にゃお、生命が嫌いだにゃ。正確にはあの黒生命。なに、黒生命が。早く言え。これ以上は喋れないにゃ。どうせもうじき平安京に暗闇が訪れるのにゃ。また逃げられた。黒生命、一体何を企んでいるんだ。この調子で勝つぞ。人間は知るまい。光の影にどんな化け物が潜むのか。いやしく苦痛を伴いひねくれた命。もう我慢の限界だ。そこに幸いにもあのお方が現れ、共に大義を成し遂げようとおっしゃってくださった。そう、自由な時代だ。我らは浮世に新たな秩序をもたらすのだ。貴様が黒生命と戦いの幕は上がったばかり。三本の道から相手の結界に攻め込める。どうやらこの道が楽そうだ。では中心から始めよう。氷で閉ざしたところに
雪女は黒生命様の忠実な手下だ。仲良くするんだな。出発だ。では戦場で会おう。黒生命様、お望みの通り。邪魔者が来た。まずは進む道にいる敵を一掃するぞ。氷で溶かしたところ、歩道まであるはずないだろう。クイ、初の日。この滑り出し、悪くないぞ。お望みの通り。敵の石像を破壊した。行くがよ。そして自由にやるがよ。これか。この調子で勝つぞ。やっと私の出番か。戦いは避けられません。暴君の様、都の秩序、五体の式神が三手に分かれて敵の結界を攻めています。中心から出撃してください。進め、時は来た。女は災いの元でしかない。
動機。なかなかいい出だしだ。来たぞ、頼むよ。意識がない、ちょっとり。こぼれた涙、雪と化す。
カピカ？ピカピカ？鋭い刃、強い魂をなすで。見つかっちゃった。